これ以上は手加減しないわよ。ウェポンアップグレード。重装ウサギ 19C、 今は休んで重装ウサギ 19C、 オブノビット。キアナ少尉、ニュージーランドに到着したわね。それじゃ任務の説明を始めるわ。ちょっと待ってよ、この前の幽霊戦艦の解析結果が。キアナ、任務の遂行を優先しなさい。悪いニュースがあるわ。昨日ニュージーランドで強烈な崩壊が発生した。今そっちはゾンビと崩壊獣だらけよ。オセアニア支部はほとんど壊滅状態で、デザイアジェムも崩壊の発生と同時に亡くなったわ。幸いハイペリアの姫子。デザイアジェムって14年前、天命は3つの強力な崩壊エネルギーの結晶を手に入れた。そのうちの1つがデザイアジェム。3年前、天命は極秘の研究計画を実行し、その結晶を使ってリツ社に匹敵する武装を開発しようとしていた。残念。そういうことなら急いで回収しに行こう。あなたが幽霊戦艦のこと気にしてたって聞いた。おばさんじゃなくてセーレンさん。今なんて言った。まあいいわ。分析結果によると、あの戦艦はそれまで完全に起動されていなかった。全部で24機ある反重力エンジンのうち、動いていたのは1機だけ。武器システムは全てフリーズ状態。艦載武器が完全に起動した場合、およそ1日で北米大陸を廃墟にすることができるみたい。例えばハイペリオンに搭載されている崩壊炉の限界出力は1380崩壊ワット。それってリツ社。その通り。長空市で観測された第三リツ社がハイペリオンを撃破した時放った一撃。その崩壊エネルギーは3200。夢の中の声も鍵が4本って。ロックアンドローデット。学園長、デザイアジェムは一体どこから来たものなんですか。永久バルキリーの権限でもデータベースから。好奇心は猫を殺すっていうのよ。もちろんです。可愛い部下たちが関わっているからには、たとえ仕方ないわね。教えてあげる。実は14年前のことよ。デザイアジェムを含む。14年前ってまさか第二律者と。そうよ、14年前に第二律者が支
エリア全体を虚数空間に巻き込んだ。その時作戦に参加した A 級バルキリーは5人ともそこで最終。しかし私たちは最終的に勝利しています。一体どうして第二律所との戦いではわずか30分でセシリア以外が全滅した。本来は私も指揮官の身分を捨てセシリアと共に心配した。おっと、大司教。そうよ、あの方はたとえ私が言っても何の役にも立たないと考えられていた。崩壊核分裂ミサイル一発で。ミサイルは第二律所に全く効かなかった。爆発する前に第二律所が全てのミサイルを虚数空間に転移させたの。セシリアはその一瞬の隙を突き自らを犠牲にして第二。デザイアジェムは律所のコアの一部分だったのですね。その通りだけど、ジェムを回収するとき14年前、私の部隊が第二律所の亡骸を回収しに向かったとき見つけたのが4つに砕けた律所のコアだった。それから奴らが現れ、我々より進んだ空中戦艦を持ってて、ネゲントロフィーとその指導者である第一。しかしデザイアジェムは天命が所有しています。なぜね。それもこれも夫おじい様の計略で、その時戦闘力をほぼ失っていた天命がネゲントロフィーに勝てる可能性はなかった。しかしネゲントロフィーは第二律者のコアが4つに分裂していたことを知らなかったの。それで事実と真相を隠しながら。了解です、艦長。一つだけ引き渡した。探測装置に表示されているのはここね。でも、ネイ姉様、どうしたの？ブローネちゃん。東側50メートルに生命反応があるとセンス。東側？見えた！車椅子に座った女の子がいる。まったくもう。ご飯を用意する時間がなくなるわ。目標を発見したようね。目標？私たちのターゲットってデザイア？オセアニア支部からの情報によると、その子がデザイアジェム。あの、私はウェンディです。説明させて。3年前にオセアニア支部で行われていた実験でデザイアジェムがウェンディの足に移植されたわ。崩壊エネルギーの結晶を彼女の硬い骨と結合させることで律者に。そう言われるとウェンディちゃんに巨大な力があるみたいだ。ウェンディは当時オセアニア支部で最も優れたバルキリーだった。この世界で4人目の S 級になれると期待されていたのに。私の力不足でデザイアジェムを制御できなかっただけ。どうしてこんなことに。なんで取り出さないの。デザイアジェムは極めて不安定だけどウェンディの体内では安定している。つまり結晶を保存するためだけに。ウェンディちゃん、ここでこの件を言い争っても意味がないわ。今はウェンディ。帰るの？でも私は車椅子だし。ブローニャはウェンディが足手まといだなんて思いません。重装。これはロボット？重装ウサギ地球士、ウェンディを乗せてください。え、飛び上がった。すごい、ブローニャちゃんのロボットがこんなことできるなんて。キアナはお断りです。艦長、起きて。元気。セッカッセッカッセッヤッホー。ふっはっはっはっ。絶対メイ先輩に絶対なく。セッセッ。今回は何が手に入るか楽しみ。治療はいらない。4分後には帰還できます。
ウェンディが移動に影響していないことは証明でき、今日のブローニャちゃん親切ね。ブローニャちゃんのシステムに親切っていうウイルスでも侵入したのかな。どういたしまして、ブローニャがすべきことですから。それとウェンディ、ブローニャのモモにある装甲は見ましたか。ブローニャも昔とある実験で両足、すごい、私もいつかは治るってこと。自由に歩いて空も飛べ、ウェンディならきっと大丈夫だと思います。セーフレイヤ学園に戻って足の崩壊エネルギーの結晶を取り出して。ありがとう、本当に優しいのね。ノックアンドローレット、珍しいわ。姫子少佐、学園に戻ったらウェンディの崩壊結晶を取り除く方法を考えましょう。そうする、それは無理ね。デザイアジェムはウェンディの体内でしか安定しないから、取り出してしまう。じゃあそんな結晶捨てちゃえばいいでしょ。まさか石ころ一つが女の子。デザイアジェムはただの石ころじゃないわ。結晶内の強大な崩壊エネルギーが解放されたら一瞬で何都市かが崩壊するけど。でもキアナさん、もういいの。とっくに受け入れたことだから。ヴァルキリーである私の職責は絶対に。うっか、うっ、皆様が動き出した。協力しないと勝てないと。姫子おばさん、誰がおばさんだって。まったく、上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。ううん、ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出、ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか。待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ。崩壊指数2000か、これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの。この偽善者ども、あなたたちが憎い、全てが憎い、みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応は、ウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか、それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか。
何が手に入るか楽しみ。今は情報を早く本部に報告し、エスキューバルキリーをして。ローニャはウェンディが他人を傷つけること危険は犯せないのよ。彼女のエネルギーは律者に匹敵するのよ。それに私もウェンディを信じるよ。長空市の時はメイ先輩も崩壊エネルギーに操られていたけど、最終的には彼女自身の意思で崩壊に打ち勝ったでしょ。キアナちゃんの言う通り、助けてさえあげればウェンディちゃんは本心を取り戻せるはずですよ。ここの状況を本部に報告してからエスキューバルキリンが到着するまでには30分かかる。ちゃんと理解した？何かしたいなら30分しかないのよ。姫子少佐、ありがとうございます。本気で私に勝てる？私を怒らせる？危ない。チャージ完了。セーフ。でも悪いニュースが2つあるわ。1つは天命本部がウェンディを第四律者に認定したこと。もう一つは第四律者を捕獲するため、エスキューバルキリーが？何でもない時だったら手合わせしたいな。でも今は会いたくない。今回出動しているエスキューバルキリーはデュランダルよ。黒いヘルメットをかぶって巨大なランスを持っているわ。今のエスキューバルキリーの中では最強だそうよ。了解です艦長。女の子にこんなこと。せいや、せっ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 せ太平洋宇宙戦艦。まさかネゲ。そのはずよ。3人ともよく聞きなさい。ネゲントロピーの部隊を見かけたらすぐに捜索は中断すること。ピアナ、今回は手を貸してあげるよ。ネゲントロピーのキツネどもがついに手を出してきたみたい。手を貸す？一体何を？ちょっとすればわかるよ。ちょっと不安かも。セッ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 。ウェンディは見つかった？もう時間はないわよ。あと2分で
S 級バルキリーがニュージーラ…ああ、もう間に合わない。 S 級バルキリーとレゲントロフィーの舞台のことは、まさか学園長 S 級バルキリー…残念ながら私にその権限はないのよ。まさか。正解。公共チャンネルで S 級バルキリーの位置を実況したわ。レゲントロフィーの通信システムは進んでいるから、実況放送は…なるほど、通りで遠くからバッ…自分の人を売るのはいささか不本意だけど、 S 級バルキリーもそう簡単には負けないわ。ネゲン…よし、次は私たちの番よ。私を倒…メンリーちゃん、お願いだから一緒に帰ろう。ここはとても危険なの。 S 級バルキリー、一社に匹敵するレベルの力を持つと称えられているバルキリーのこと。あなた私より傲慢なのね。私とやり合おうだなんて、さっきはうっかりしてただけよ。本気を出したらビツショ。老若お姉ちゃんを悲しませたくないから、あなたたちと…また飛んでっちゃった。ここで少し寝ておきます。ヘッ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 。姉様が言っていました。ヤッホー。協力しないと勝てないと。先ほどユランドルと通話した。どうでした？彼女の一座標は取得できます。本当に騙しやすいので。さすがは正直者で。仕方ないよ、全てはキアナたちの時間稼ぎ。しかし彼女の位置を敵に暴露するなんて、ユラン…あんなうるさい小娘は友軍なんかじゃない。私はあの子のせいでどれだけ苦労したことか。それにどのみちネゲントロフィーを討伐するから、ユランダルに手助けしてもらおう。位置を暴露したってネゲントロフィーに少しの情けをかけただけよ。何せあのデュランダルは…すごい、テレサちゃん愛してる。それはそうと、早くウェンディを見つけないと。 S 級バルキリーと会えなくて内心ちょっと残念。今の間抜けなあなたじゃ彼女との訓練で殺されてしまうわ。え、訓練で死ぬ？この世に本物の変態がいるとしたら、彼女のことより懸命にいる3人の S 級バルキリーのうち2人は驚異的なテンプの才能を持っているけど、彼女だけは圧倒的な努力家だよ。他2名の S 級バルキリーが1回でできることを彼女は10回も。でも彼女が一般人なら100回やっても。少なくとも彼女自身が努力型だと思っているから、努力次第で何でもできるって考えてる。例えばあなたは理論試験の成績が不合格だと彼女に伝えれば、彼女はきっと、はあ、そんなの悪夢としか思えない。じゃあやっぱり会いたくない。治療はいらない。じゃないの？そこまで親密じゃないの。その言い方からして以前に何かあったの？大した問題じゃないよ。前に話したでしょ、あの S 級バルキリーは変態。うん、その真面目さゆえに私は息が詰まる思いだったの。彼女からすれば上司は軽々しく喋ったらダメだし、昼夜問わずに仕事。うわ、聞いただけでも恐ろしい。もしもし、今通信中なんだけど。でもその後やっと彼女に煩わされずに。方法？どんなの？それは私個人の秘密よ。キーワードはローランド。彼女がうるさい時にはこの言葉さえ口にすれ。館長、次の目標は何ですか？本気で私に勝てると思ってるの？ピアノのスタート。
少女か。どうしたの？睨んでるから、もうネゲントロピー部隊を撃退した。さすがは S 級バルキリーですね。あたくしにだけ現在位置を教えたのに、なぜネゲントロピー部隊に襲撃した？だから学園長、騙すのは良くないです。とにかく合理的な説明を考えるさもなければ。まだ彼女は報告に行っていないはずだけど、絶対に丸一日を、でも死には関係ないと思う。逃げ切ったと思うのか、姫こし。学園長、一つ思いつきました。天命組織内に。ダメ、それじゃあ天命内部が混乱しちゃう。ブローニャの案は、ネゲントロピーが今回の崩壊を招いた目的そのものが S 級バルキリーを狙撃することだったため、彼女かなり合理的な感じね。でも S 級バルキリーをターゲットにするには今回のネゲ…じゃあ、やっぱり私のアイディアで。デュランダル部隊が実際に通ったルートは、かの有名なゴールドコースト観光コースだったの。だから、ネゲントロピーは…そんな口実、わらじ虫でさえ信じないわよ。いや、いけるかも。ファンタジーっぽいものの、明らかな…どうでした、学園長。うまくいきました。信じてくれたね。まさか正直すぎるあまり、おバカ同然なのかしら。デュランダルは話のわかる人だと思っていたよ。いいお友達になれるかも。少しお話がしたいです。来ないで。いやよ、話なんてしたくない。ブローニャお姉ちゃん来ない。ウェンディを見ていると、ブローニャは思い出します。孤児院にいた頃、ゼーレという子がいました。ゼーレはウェンディみたいに強くて優しい子だった。ゼーレも一度は崩壊に意識を操られましたが、最後は打ち勝ちました。ブローニャは改造手術を受けた時も苦しかったんです。今でも。ですが、一筋の希望さえあるなら。私、ローニャお姉ちゃんを信じる。よかった。ウェンディちゃんの意識が回復した。ほっとした。グズグズしてないで、早く一緒にハイペリオンに帰ろう。私たちはみんなすごいバルキリーだから。もしウェンディ、安心してください。ブローニャと…そうだ、ブローニャお姉ちゃん、またあのロボットに乗りたいんだけど、いいかな。いいですよ、重装さ。ブローニャ、親愛なる我が娘よ、今すぐ第四律者を回収しなさい。第四律者は重要な実験サンプルなのよ。回収できなければ殺してしまいなさい。ははあなたったら自我の意識が強くなってきているみたいね。ですが抵抗は無意味。最高権限司令、第四律者を倒せなくとも引き止めておきなさい。最高権限司令入力。重装ウサギ 19C 狙撃モードに。やめて、ブローニャちゃん何してるの。ブローニャお姉ちゃん、どうして私を攻撃するの。まさか、さっきの話は全部嘘だった。ここに。やめるなよ。はっ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 。
粘り強さこそ私の長所よ。まだまだいけるわ。残念ですが、これ以上は待てません。全戦術機構ステルス解除、目標第四律者。そんな律者を一撃で倒すなんて。新しい戦術機構、なかなかのものではないか。彼女を弱らせたあなたたちに感謝せねばならないな。おっと、忘れるところだった。ここに律者がもう一人いることを。ブローニャ、我が娘よ、第三律者を捕獲しなさい。何？はい、お母様。メイ先輩、ブローニャちゃん。どうして。ライデン・メイの捕獲完了しました。残り1名。周囲に天命部隊を確認、接近中です。ふん、命拾いしたな。全軍飛行せよ。メイとウェンディはネゲントロピーにさらわれてしまった。後から駆けつけた姫子はキアナしか救出することができなかった。食いながら聖フレイヤ学園に戻ったキアナはメイ救出作戦を練り始めた。Yeah.